皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらのデザイン、今私がつけているチェックのデザインをやってみたいと思います。それではどうぞ。今回使う材料はこちらになります。ジェルはリッカジェルを使います。リッカジェルは最近私がお気に入りで集めているジェルです。カラーは1番と55M と 142A です。リッカジェルはとても塗りやすくて発色も綺麗でおすすめです。それでは塗っていきたいと思います。それではまずはじめに白のジェルでフレンチを描いていきます。使う筆はこちらになります。描きやすいです。ライトに入れていきます。それでは2度塗り目をしていきます。ライトに入れていきます。はい、それではチェック柄を描いていきたいと思います。今回使う筆はこういった感じのアート筆を使っていきます。ではまず薄いピンクから線を描いていきます。上の方に線を描いていきます。では下の方にも同じ感じで描いていきます。はい、こんな感じです。では次に腕を一回拭いて濃いピンクでこの下あたりに線を描いていきます。
ライトに入れていきます。はい、では次に縦の線を描いていきます。ではまた筆を拭いて薄い方から線を引いていきます。次に筆を一旦拭いて濃い方のジェルでまた線を描いていきます。チェックのポイントは縦の線と横の線で、重なり合った2回塗られたこの濃くなった部分がポイントになります。それではライトに入れていきます。はい、では次に薄い線と濃い線の真ん中に白い線を描いていきます。使う筆はこういった細い筆を使っていきます。横にも引いていきます。次にゴールドの線を引いていきます。引く場所はそれぞれ好みなんですけれども、私は端につけたいのでこの濃いピンクの隣に入れていきます。縦の線と横の線をバランス見て入れていきます。で、このフレンチのラインにも線を入れていきます。次に飾りのパールをつけていきます。ではこちらのアート用の
ていきます。はい、ではライトに入れていきます。はい、では仕上げをこちらのノンワイプジェルで仕上げていきます。完成になります。色合いがとっても秋らしくて可愛いデザインになってます。皆さんもぜひ試してみてください。